サーロナルド・エールマー・フィッシャーサーロナルド・エールマー・フィッシャーは、イギリスの統計学者、進化生物学者、遺伝学者で、有生学者である。現代の推計統計学の確立者であるとともに、集団遺伝学の創始者の一人であり、またネオダーウィニズムを代表する遺伝学者、進化生物学者でもあった。王立協会フェロー。少年時代から、 数学の才能を発揮するとともに、生物学にも興味を持った。1909年、ケンブリッジ大学に進み、数学を学ぶとともに、ジョン・メイナード・ケインズや、ホレース・ダーウィンとともに、有生学研究会を組織した。卒業後間もなく、第一次世界大戦が始まるが、この時期は、会社の統計係やパブリックスクールの教職などをしながら、 遺伝学と統計学の研究を続けた。この時期に彼は論文、The Correlation to be Expected Between Relative s o n the Spostion of Mendelian Inheritance を書いたが、この論文は連続変数的遺伝がメンデルの法則と両立することを示すものであると、共に当時すでにカール・ピアソンらによって用いられていた相関分析の方法に、 分散分析という非常に重要な方法を導入するものでもあった。1917年にはアイリーン・ギネスと結婚し、その後8人もの子を設けた。終戦とともに新しい職探しを始め、ピアソンに招かれたものの、彼に反感を抱いて、これを断り、1919年、ハートフォードシャー州のロザムステッド農事試験場の統計研究員に就職した。 ピアソンや息子のエゴン・ピアソンらとは、後に統計学に関して大論争を起こすことになる。ここでは大量のデータに関する研究を行い、結果は、スタディーズ・イン・クロップ・バリエーションという一連の報告となった。その後の数年間が、フィッシャーの前世紀であり、実験計画法、分散分析、商標本の統計理論といった革新的な業績を生み出す。 実際的なデータの研究から始まって、新しい統計学理論へと進むのが彼の仕事の特徴であった。この仕事は1925年に最初の聖書、スタティスティカルメソッツ法リサーチ、ワーカーズとして身を結ぶ。これはその後の長きにわたり様々な分野の研究者のスタンダードとなった。1935年には、ザ。 デザインオブエクスペリメンツを出版しこれもスタンダードとなる。フィッシャーは分散分析や最優法の手法を編み出し、統計学的十分性、フィッシャーの線形判別関数、フィッシャー情報行列などの概念を生んだ。彼の1924年の論文、ON A Distribution Yielding Zyla Functions of Several Well-known Statistics では、 統計学全体の枠組みの中に、ピアソンの解治状分布や、スチューデントの T 分布を、正規分布や、彼自身の成果である分散分析や Z 分布と、共に位置づけた。これで20世紀の統計学の王やと呼ばれるに、十分であった。フィッシャーの集団遺伝学理論に関する業績も、また、彼を C ・ウォールライトと JBS ホールデンに並ぶ、この分野の王やとした。 ザ・ジェネティカル・セオリー・オブ・ナチュラル・セレクションは対立するものと見られていた突然変異説と自然選択説を初めて融合させたもので本書の観光をもってネオダーウィニズム総合説の成立とすることが多い。またフィッシャーはフィッシャー情報行列の概念を1925年に導入したがこれはクロード・シャノンによる情報理論のエントロピー概念に20年以上 先立つものである。フィッシャーの情報理論はここ数年、人工知能におけるベーズ推計学の発展などによって再び注目されている。フィッシャーは有生学の熱心な推進者でもあり、その考えは彼の遺伝学に関する著作でもたびたび言及されている。1930年に出版された自然選択の遺伝学的理論では、正当たや擬体、 権力の発達についての自説を展開しているが、その中で生物に自然に対する適性を与える突然変異の確率は今後突然変異の数が増大していくにつれて逆に減少していくと主張するとともに集団数の増大が多様性を生み、それによって生存の機会の数も増大していくと述べている。これらの考えは後に集団遺伝学として知られる。 研究分野の基礎となった。さらにフィッシャーはこの考えは人に関しても適用できると述べ、同書の3分の1ほどがそのことについて書かれている。それによると、文明の衰退と凋落は上流階級の生殖力の低下に喫することができるとし、1911年のイギリスの国勢調査結果をもとに生殖力と社会階級とに逆関係があるという意見を述べた。 そして子供の少ない家庭への補助を撤廃する一方、子ダクさんの家庭に対して、父親の収入に比例した補助金を出すことを提案しているが、これに関しては、フィッシャー自身が8人の子供の父親であり、その養育のために彼が負わなければならなかった経済的負担が、彼の遺伝学、進化論的革新を深める原因の一つとなり、この発言も、 そのことと無関係ではないとする家族や友人たちの証言もある。自然選択の遺伝学的理論が出版されると、チャールズ・ゴールトン・ダーウィンをはじめとした複数の科学者が同書を高く評価し、特にダーウィンとはそのことが契機となって少なくとも、以後3年間は親密に分通する間柄となった。同書は20世紀後半の進化生物学者。 ウィリアム・ドナルド・ハミルトンにも多大な影響を与え、彼の血縁選択説が成立する遺伝学的な面での礎にもなった。また、1929年から1934年にかけて、郵政学会は、フィッシャーらを中心として、郵政的観点から男子を容認する法律の制定を求めるキャンペーンを行っている。1933年にロザムステッドを去り、 ユニバーシティカレッジロンドンの優勢学教授となり、1936年に線形判別分析を発表したが、1939年に第二次世界大戦が勃発すると優勢学科は解体され、フィッシャーはわずかな要因、備品と共にロザムステッドに戻された。落胆の中で結婚生活は破綻し、さらには長男が戦死する悲運に見舞われた。 1943年に母校ケンブリッジに招かれた。戦争が終わったら遺伝学科を再建するとの約束だったが、約束はあまり果たされなかった。彼は細々とマウス染色体のマッピングなどの仕事を続け、1949年にザ・セオリー・ o r y of i n b r e として完成を見た。その間に多くの賞を受け、1952年にはナイトの称号を受けた。 ケンブリッジを1957年に退官した後、オーストラリアアデレードの城に客員研究員として招かれた。同地で結腸がんのため死去。これらの本文はアデレード大学のウェブサイトから入手可能である。著作リストはアデレード大学のウェブサイトにある。ありがとうございます。